Haruka-san.
え、前に来た時はなかったと思うんだけど。お邪魔します。中に入ってみたいと思います。いないようです。電話です。怖いから触りません。階段を上がってみたいと思います。2階に着きました。本はいっぱいあります。こんな本です。難しそう。こう登ります。はい、こんな風になってます。北条です。榊か。最近連
絡がつかないからどうしたのかと思った。なあ、この前俺はお前に、俺結婚するんだ。結婚？お前が？ああ、ずいぶん急な話だな。おめでとう。それで相手は？俺が知ってる人。写真を見た時から榊さん、一緒に弔い写真を探していた方ですよね。行方が分からなくなった。生きていることが分かってホッとしました。話しかけないで。私今死んでるんだから。お兄ちゃん、お兄ちゃんはお姉ちゃん。私は嘘つき。私は、遊ぼう。これがあなたの人形ね。いえ、あなた自身が人形ねになるの。
大丈夫か？はい。
もしかして。どうして持ってきてないの？私の様子がなくしてしまったの。約束したのに。先生を待っていました。何を？いえ、すみません。でも、わかったんです。俺にはわからない。あの子も待っているんです。ヨスガを持つ人を。
誰かいるんでしょうか。行こう。Thank you.
明さんですか。これは先生の見ていた写真と同じ。榊。死者だ。
先生。Thank you.
とたどり着いた。この家の奥で彼女が私を待っている。早く迎えに行かなくては。
わからない。榊さんもこの山にいるんでしょうか。